おい、リスト。前から言おうと思っていたのだが、なぜ差し入れがおにぎりなのか。なんでって、せいやは日本人だからおにぎり好きかなって。嫌いではない。だが炭水化物では筋トレが肌だ。次からは高純度のプロテインにしろ。プロテインって、あったかな、そんなもの。ないなら作れ。タンパク質とかに頼めばいいよ。タンパク質？そんな神いないし、タンパク質みたいに言わないでくれる？次回、第3話。この勇者は身勝手すぎる。